勝利に向かって振り抜け輝け打ててるわけ。おっしゃあー挟まれた。おーいいやー頑張る中野中野は？おい何をやってんだよ。おい痛いああ何をやってんねん。一生点取れは飛んだんじゃ。おおレレ伊藤原伊藤原さんえぐい。まさかの連続ヒット。相性ええん、もしかして相性ええやろこれ絶対。なんで佐々木朗希打てて他の投手打てないの。飛ばせしまーす。おっしゃおっしゃおっしゃーれーオッケーやるやんか。左のこういうバッターが苦手なんやな佐々木朗希は。よっしゃあそらもうマジかー。でも今のはな当たりは良かったかな。もう朗希えぐいやろガッと飛ばせ島田が飛ばせ。マジマジか。まだ点取れないの。朗希下ろしたのに。おいルカソンかわいそうやろ。まずい。押し切る。よっしゃールカソンウィルカーソン、アーロン・カミアー8回107球、無失点。やーばい。神やろ、このピッチャー。メッセンジャーは最大や。えぐい、えぐすぎる。てか、阪神しれっと24イニング、無得点ですわ。24イニング連続。カットせ、お、おえま、ゆうぜんと振りかまえた。あー、触れよ、それ見てる秋カットせてる次おおいたいったじゃんじゃんしゃーいたーホームランホームラン最高やー出る秋さあ勝ち燃える星タイガースウロコロシさあそうそれけけを出かける一輪の青春の秋うわしく輝くわガレド星タイガースおーおーおおはしたよふれふれあと一球あと一球あと一球いけ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 おっしゃおっしゃったしゃーしゃー完封オープン勝ちさあ走り出す足音よ腕を振る肩音よ行け行け海を越えて未来に届くまで吠えろーよいしょー佐藤テル佐藤テル神や佐藤テルのホームランで阪神自力優勝消滅阻止守護神松田のウィニングショットであるシンカーを捉えて勝ち越しホームラン。これはでかい。これは明日明後日の松田投手にも影響する一発や。ウィニングショット粉砕や。しかもあれボール球やろ。えぐいやろ当てる。ほいしょーって、えぐすぎるやろ。あ、元から変化球作るのはうまいけど、うまいけどあれ打つかねえ。あれ打つかねえ。朝木朗希に対して2三振。全く合ってなかったタイミング。それでも最後の最後で、やっぱ打つのが4番やうちの4番はやっぱテルや
ああ、それを見せつけた11号ホームラン。そして何よりウィルカーソン、アーロンウィルカーソン、8回5安打無失点。アーロン神や、アーロン来た、ウィルカーソン、これメッセンジャーを再来や、メッセンジャーを再来や。これあんなカーブ変化するか、あれあれ、とどまりにしようか、とどまりの風であんなカーブ変化してるんか。今日めっちゃなんかカーブ変化したように見えたけどな。にしても、ローキーがエグすぎるわ。佐々木ローキー、ストレートの平均球速159。今日159や、平均で。そら打たれへんわ。あ、まあ、ストレートだけやったらな、ストレートで絞って打てばええねんけど。あんな150キロに近いフォークもあったらな、もう対応できひんわ、あんな。完全なストレート待ちしたらもうフォークにクルンって加算してしまうから。フォークも気をつけてってなったらもうストレートはファールにしかならへんわ、あんな。あんなもうエグいって。エグすぎるやろ。ただそのエグすぎるローキから、糸原マルチじゃないやろ、糸原マルチじゃないやろ。まさかのチーム初ヒット糸原さん。俺島田ハーもヒット打ってたからな。でもああいうバッターが苦手なんやろうな。うん、ああいうバッターが苦手ってよりかは、ああいうバッターの方が打ちやすいんじゃう。うん、あの手のバッターはな、やっぱ、速いストレートはカットして、変化球待ちみたいなもんところあるからな。うん。やっぱそういう点ではな、相性ええんかもしれんわ。ただ言ってはないやろー、ただ言ってはないやろー、なんで1点しか取れへんねん。また1対0とかやんか。交流戦入ってからやばいぞ。1-1-0-1 や。4試合でたったも3点しか取られへん。しかもそのうちの2試合がホームランやろ、大山ハントが取ってるの。おい、やばすぎるやろ。どうやってんねん。いや、今日たまたま勝ったから余計けよな。もっと毎回3点ぐらい取れよ、3点ぐらい。なあ、しっかりせえ、ほんまに。まあ、明日は、青柳さん。青柳あんや。バイエースが、投げるわけやからな。しっかり援護。援護しちゃってくれ。もう4点、5点ぐらい取ったれ。なあ、連勝してからあかんねんか。ほんまに交流戦は、最下位脱出、A クラスに向けて、なあ。ここで頑張るな、ほんまに。もうさ、縮まらんからな、そんな簡単に。交流戦が一番縮まりやすいんやから。しっかり頼むで。よろしゅう。